はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。権現です。それではウィザードリー実況の続きをやっていこうと思います。前回はですね、まあ9回でねずっと戦ってたんですけれども、まあ5万ぐらいね確か前回は稼げたんですけれど、まあ誰もレベルは上がらないというね、まあそういう状況なんですが、マグナムはあと9万7000ですね。まあいよいよね10万を切ってきました。ベレッタはあと21万5000、ゴンゲンは22万3000、まだまだですね。レミントンは12万ぐらいですね。ウェブリーもまあ12万ぐらいですね。うん。グロックはあと1万8000、まあ約1万9000ぐらいでね、次のレベルに上がるみたいなんですが、まあ今回でね、できればグロックのレベルを14かな。まあ一つね、上げてみたいと思います。じゃあまたね、9階に行きましょう。もうずっと、うわ。多く。戦いましょうか。まあずっとね、この9階で戦ってて、まあ1階からね、9階まで降りるんですけれど、この道中でね、喋ることも、だんだんなくなってきちゃったんですよね。もうここの道のりはね、もうずっと一緒ですからね。そして、南を向いてエレベーターに乗ると。今度は、オホガが8匹もいますね。ここはまあ、カティノで十分でしょう。結構逃げちゃいますね。しかも、聞いてないし。ふう。まあ、一応開けましょうか。よ。お金。安いな。食らってる人はいませんね。じゃあ、戦いましょう。わ、先制された。やばいかな。大丈夫かな。あ、宝箱だけ置いてね、帰っちゃいましたね。スタナー。剣。鎧。お金。うん。まあ、いつものパターンですね。前回ね、3本目の剣が出たんですけれども、あんまりこう、いいアイテムはなかったですね。あ、そう、確かトロールがね、持ってたんですよね。できればなんか、もっと強い敵というかね、レアアイテムを持ってる敵であれば、期待は持てたんでしょうけれども、なかなか、カシナ跡とか出ないですね。兜と剣、お金。まあ、ガンガンね、戦っていきましょう。そういえば、あんまり呪文使ってないですね。ここは、じゃあ呪文使いましょうか、そろそろ。あ、でも、ゲイズハウンドってあんまり、なんて言うんですかね、特徴的な攻撃をしてこなかったと思うので、ここはダルトかな。これで十分でしょう。うん、塊もいいですね。さな。お、引っかかった。本当ですか。杖。引っかかっちゃいましたね。よし、まあ、麻痺ならばね、いくらでも直せますので、OK なんですが。前衛は全く食らってないですね。よし。これは、戦いましょうかね。で、呪いを解きましょう。よし。ふぅ。ライフスティーラーよりも、ナイトストーカーの方が、いい宝箱とか持ってるんでしょうかね。で、何でしたっけ？あ、かかってないのか。まあ一応テレポーターをやっておきましょう。杖。杖。お金。なかなか、3本目というかね、3つ目のアイテムが出ませんね。ゲイズハウンド。まあ、戦いましょうか。まあ、先ほど同様、マニフォー&ダルトかな。よし。マリホじゃない、ダルトで倒せますね。毒針。担当。鎧。
うん、3つ目がなかなか出ませんね。もうガンガンね、戦っていきましょう。1匹だけならば、あ、先制かしかも。まあ、普通に戦っていけるでしょう。毒針。あら、テレポーター。ん？私、操作間違えました、今。スクロール。鎧。お金。そして、大丈夫なんでしょうか？大丈夫ですね。そして、ここはどこなんだ？久しぶりにね、テレポーター引っかかりましたね。ここは一体どこですかと。ん？地下1階、北に5。あ、なるほど。階段のすぐそばですね。ということは、南を向いて、あ、違う。こっち向いて、階段があるのかな？まあ、せっかく帰ってきたんでね。まあ、泊まりましょうか。いやー、びっくりした。久しぶりにテレポーターかかりましたね。まあ、一応呪文チームの MP を回復しておけば、まあ、OK でしょう。まあ、せっかく帰ってきたんでね、鑑定だけしちゃいましょうか。結構いっぱいですね。あ、違う、間違えた。装備。そして、そっか、アイテム欄がいっぱいなのかな？ウェブリーは持てます？あ、持てますね。じゃあ、ウェブリーに渡して、レミントンに外れてもらいましょう。で、カラシニコフさんを連れてきまして、鑑定しちゃいましょうか。あ、そうですね、前回、前々回かな？炎の杖をね、まあ3人分かな？ 4 人分かな？まあ取ってきちゃったんでね。結構アイテム枠が圧迫されてるんですが。これは、ちょっとまだ早かったかな、やるの。結構ね、行ったり来たりするのも大変ですからね。で、スクロールは、これはさっきのプリーストからもらったのかな。探検、生倉、普通の兜。これは、マスラオ。まあ、今更、いらないかな。フレイル。なんか安いですね。錆びてる。錆びた鎖片びら。マスラオ。なんかしょぼいですね。じゃあ、売っちゃいましょう。出てくるアイテムも、ほんとしょっぱいですね。あと、もうちょい持ってるのかな？これで全部でしょうかね、きっとね。まあ、なんかね、いいアイテム出てほしいんですが、非常にさっきはしょぼかったです。これは何でしょう。普通の担当か。力のメイス。そして杖。しょっぱい。じゃあもう全部売っちゃいましょう。あ、力のメイスはそれでも2000ゴールドするんですね。じゃあカラシニコフさんはお疲れ様ということで。そう、この合流がね、面倒なんですよね。で、レミントンを連れてきて、再編成というか、まあ合流しましょうか。それで、再編成ですね。まあ一応ゴンゲンをね、3番手にしてるんですが、ヒットポイント的にはね、ゴンゲンの方が一番高いというか、ゴンゲンが一番上なんですよね。よし、じゃあ行きましょうか。いやー、でもテレポーター引っかかっちゃいましたね。以前もなんか引っかかったんですけれども、まあ石の中にね、まあ入らなくてよかったという感じですね。
あればっかりはもう防ぎようがないですからね。戦いましょうか。マニフォと、ここはラハリトを撃ちましょうか。結構なんか強かったような思い出があるんですが、思い出というか、思いがあるんですが。よし。スタナーですね。うん、アイテムは出ない。よし、じゃあ行きましょう。戦いましょうか。早いとこね、あのレミントンが悪人に戻ってほしいんですけれど、なかなか戻りませんね。まあ一匹だけなんで固める方向でやっていきましょう。あっさり倒しちゃいましたね。怪しい。かかってないとはいえ、まあ先ほどの例もあるんでね、まあテレポーターを外すふりをしましょう。9階もね、結構あの石の中っていうか、あの壁が多いんでね、引っかかった時はちょっとびっくりしたんですが、まだ大丈夫みたいです。そしてレベル7メージか。まあモンティノは絶対使うとして、あ、レベル77ならばマカニと効くかな。お、相手の方が早い。よし、これで全員封じたかな。危ないですね。敵の方がやっぱり早いですね。危ない。よし。ふう。石弓の矢。よし、鎧。鎧か。まあ一応上り下りをして、回復しましょう。ディアルマを全体的にかけていけば大丈夫かな。ちょっと足りないか。まあレミントンは回復して、まあ全員にかけちゃいましょうか。あとはディオスで、まあ微調整ですね。せめて100は超えたい。よし。よしじゃないな。全然回復しなかったですね。あとは大丈夫かな。まあ一応攻撃はマックスにしておいて、まあ戦いましょうか。うわ、いっぱいいるな。3人は上の段、そしてマニフォも上の段で、もここはもうマカニ島ですね。これでもうやっつけちゃいましょう。ん？麻痺。麻痺っちゃいましたね。スタナー。ちょっと嫌ですね。二人麻痺は嫌なんで、外してください。よ。杖。剣。お金。なかなか三本目が出ません。よし、これで。ポイントは大丈夫かな。うん、これでまあ大丈夫でしょう。アイテム欄もまだ大丈夫ですよね。さあ次は誰でしょう。お、4人もいますね。ここはまあ削る方向でやった方がいいと思いますので、ロルトとマダルトを撃ちましょうか。わ、生の炎だ。これは痛いな。18食らってますからね、結構痛いですよね。うん、これでだいぶ減らしたかな。うん、テレポーターか。これは、一応カルフォ。テレポーターですね。やめましょう。これはやめましょう。まあ、結構キメラなんでね、あのいいアイテム持ってるかもしれないんですが、やっぱり危険は危険ですからね。ここはディアルを使っちゃいましょう。まあ毒を食らってもね、すぐ帰れますので大丈夫でしょう。攻撃にも
3回というか3人分使っちゃいましょう。結構なんか開封がなくなっちゃいましたね。モンティノ&レベル8、カティノかな。これで固める方向というかね、封じ込める方向で問題ないでしょう。あとは寝ちゃえば全く問題ないんでね。うん、これで OK でしょう。あ、もう一匹いるのか。よし、1400、ちょっといまいちですね。そう、前回はね、あの珍しくウィル・オー・ウィスプとかね、あのアース・ジャイアントがね、いっぱい出てきたんでかなり稼げたんですが、今回はなんかしょぼいですね。あ、先制された。やばいな。あ、ゴーゴン。ブレスが痛い。さーっと戦って一回戻りましょうか。毒針ですね。外してください。盾、杖、三つ目が出ない。まあそろそろ回復がないというか、まあマディはあるんですけどね。まあ一応前衛をマディで回復しちゃいましょうか。これでもう回復はすっからかんかな。あ、リアルがあと3人分ありますね。じゃあリアルでとりあえずレミントンを満タンにしちゃいましょう。うん、これで帰りましょう。こっちですね。そしたらば、あ、違う、レミントンはあと11万、ウェブリもあと11万ですよね。そしたらね、まあお金があるんでね、ロイヤルスイートで回復しちゃいましょう。グロックもロイヤルスイートに止めましょう。あと6700ですね。まあ今回でね、グロックぐらいはレベルを上げたいんですが、なかなか遠いですね。まあせっかくというかね、まあ帰ってきましたので鑑定をしちゃいましょう。あんまり今回は持ってないかな。権限は満タンなので持ってないんですが、あとはグロックですね。識別ですね。なんか今回はアイテムもしょぼいですね。これはなんだ、何の杖なんだ。頑張れ。うん、力のメイスか。そういえばあのモンティノの呪文が使える、何でしたっけ、沈黙の杖かな。あの辺もね、全然出てないですもんね。そろそろなんか9階の宝箱も枯渇しちゃったんでしょうかね。うん、粉砕。これは、これは何の盾ですかと。鉄の盾か。まあいらないですね。うん、最強の探検もまあ必要ないですね。じゃあ売っちゃいましょうか。あ、今回は結構なんかお金はね、稼げましたね。まあただもう160万持ってるんでね、もう使い道がないんですよね。止まりましたっけ、ウェブリって。止まりましたよね。じゃあもう一回行きましょうか。まあ、とりあえず中断して、レミントンを呼んできましょう。レミントンも止まりましたよね。大丈夫ですよね。まあ、一応止めたんですが、あんまりね、無駄に止めてると
年食っちゃいますからね。マグナム、ベレッタ、ゴンゲン、レミントン真ん中にしない方がいいのかな。はい、か。ラツマピックと。よし、行きましょう。本当にね、ここの1階から4階に降りる間に喋ることがないんですよね。困っちゃいましたね。うわ、忍者がいっぱいいるぞ。これは、レベル8じゃないや、レベル3忍者を倒す方向で行きましょうか。一応マニフォ。そしてもうここは、マカニトですね。クリティカルが来る前に、マカニトを唱えてください。よし。ふぅ。かかってない。まあ、一応、カルフを使いましょう。まあ、ガス爆弾。大丈夫かな。まあ、念には念を入れてね。まあ、さっきみたいなことがありますからね。いつどこに、お、ファイヤージャイアント。4人か。まあ、一応、あ、そういえば、ファイヤージャイアントって結構ね、呪文効くんですよね。まあ、マダルトはもったいないな。うん、ここはダルトを打ちましょう。うん、あれ？あんまり効かないな。あれれれれ？まあ、大丈夫かな。あと2人ですね。まあ、あんまり経験値自体はね、高くはないんですけれども、いいアイテムをね、持ってる、うわ、可能性があるんで、テレポーターか。なんか嫌な予感しますね。外しましょうか。アイテムのためにね。外しましょう。よ。いや、怖いな。よ。お、外しましたね。鎧。スクロール。三つ目が出ないか。残念。まあ、スクロール系はね、荷物が圧迫されちゃうんで捨てちゃいましょうか。捨てちゃいましょう。で、結構食らってますね。ここはディアルマで回復しちゃいましょうか。あとは、あ、ゴンゲンがね、割と食らっておりますので、まあ一応満タン近くにして、また上り下りですね。うん、まあ、満タンではないんですが、行ってみましょう。まあ一体だけならば、大丈夫かな。石弓の矢。よ。頑張れ。よし、杖。やっぱりプリーストだから剣とかは持ってないのかな。そういうのってなんかあるんでしょうかね、データ的に。マニフォ&カティノでいけるかな。うん、固まりましたね。石弓の矢ですね。ちょっとね、ここのところ、本当に喉の調子があんまり良くなくてですね。あ、食らった。咳払いっていうか、そういうのがね、ノイズで入っちゃうんですが、ちょっと本当に、お聞き苦しくてね、大変申し訳ないんですが。まあ、だったら実況をね、撮るなっていうね、話なんですが。あんまりね、私も実況する時間も限られてますんでね、まあ、体調がね、できればというかね、体調がまあ、そんなに悪くないときはね、まあ、一応撮影をしてるんですが、まあ、これで戦いましょうか。マスターシーフならば、まあ普通にね、カティノを撃っておいて、まあ多分逃げちゃうでしょう。ん？逃げないな。やるな。あんまり経験値もね、美味しくないですからね。
なかなか外せませんね。うん、担当ですもんね。シーフだから担当を持ってるとか、プリーストとか、まあ、メイジとかね、そういうのは杖を持ってるとか、そういうのは、うん、どうなんでしょうかね。なんかありそうな感じはしますけどね。まあ、レベル10ファイターならば剣とかね。そういえば今回見てないですね、ファイター系を。全く見てないですね。そしてそろそろ時間もいい時間だな。お、噂をすれば影ですね。あ、先制してますね。レベル10ファイターならばなんかいい剣とかね持ってそうなんですが、まあ、ここはカティノじゃないや、マカニトをね撃っちゃいましょう。マカニト早く、結構殴られると痛い。よし。うん、テレポーターか。外しましょうか。まあ、あえて危険を犯すスタイルでやっていきましょう。よ。お、外しました。剣。あ、剣じゃない。鎧。なんで今剣って言ったんだろう。剣を期待したからかな。あ、ちょっと食らってますね。リアルじゃ治らないか。うん。アイテム枠はそろそろいっぱいかな？あ、ウェブリーがまだ持てそうですね。あ、ウェブリーとグロックまだまだ持てるみたいなので、もうちょい戦いましょうか。まあ、とはいえね、もう結構27分ちょいね、やってますんでね。なんだかんだでね、最近もう40分近い動画になってますからね。あれ、今何でしたっけ？ガス爆弾ですね。よ。盾か。悪の盾とかね、もう1枚ぐらい欲しいんですが、なかなか出ませんね。オーガロードか。まあ一応、モンティノを打っておきましょう。結構呪文痛いんでね。マハリトを打ってくるんですね。なるほど。スタナーよ、頑張れ。ん、手こずってますね。担当、鎧、お金。うん、なかなか3本目の剣は出ませんね。お、ゲイズハウンド。ここは、マカニト撃っちゃいましょうかね。そっか、もう、マニホもないんですね。マニホいらないか。マカニトを一発、お見舞いしましょう。うわ、まひりましたね。ん？ディアルコ使えるのかな？大丈夫かな？とりあえずスタナーをね、外してもらいたいんですが、なかなか外せませんね。鎧。ディアルコアあります？あ、ありますね。うん、これで OK でしょう。ダメージはそんなにね、食らってないんですけれど。お、なんだ、キャンプ明けの戦闘。これはまずいぞ。うん。ワイバーンがいる。ああ、毒りましたね。こういうのがあるんでね。本当に怖いですね。どうしましょうかね。マグナム一人でレベル8プリスト倒せるかな。一応二人がかりかな。で、最後のモンティノを撃ちまして、マダルトを一発お見舞いしましょうか。よし、これでワイバーンは OK。そしてレベル8プリストを倒してない。あ、倒しましたね。ふぅ。ラツモフィスは？あります？あ、ありますね。
全然大丈夫でした。結構食らっちゃいましたね最後に。あとマディがねありますので回復をしちゃいましょう。レミントの性格は治ってないと。よし、じゃあこれを一回戦闘したらお城帰りましょうか。大丈夫かな。オーガロード、あ、モンティノがない、モンティノがないな。もうここは全力で倒す方向でいきましょう。マカニとマダルトのレベルの呪文もない。困ったな。ラハリト、なんかアイテム、ないか。まあ炎の杖とかねあるんですけれど、壊れちゃうともったいないんでね。まあ一応これでやってみましょう。よしよしよし、こっちの方が早い。あ、食らってしまった。数が多いぞ。オーガロード、ソピックかわいいな。危ない。ふう、結構レミントンが危ないですね。まあ、とりあえずね。お、剣。もう回復も多分すっからかんなので、まあ、一度戻りましょう。危ない。なんとか帰ってきましたね。あと7万2000か。今回でどのくらい稼いだんでしょうかね。2万弱ぐらいかな。で、グロックがね、多分レベルが上がるんですが。お、ヒットポイントが7上がりましたね。十分ですね。ちなみに、力と信仰心が13で、知恵が16。で、あとはもうカンストしてますもんね。盗賊としてはもう申し分ないですね。まあ今更忍者にね転職しようとはさすがに考えてないので、まあこのままね盗賊稼業を続けてもらいましょう。ディアルまで回復しちゃいましょう。でマディをレミントンに使いましょうか。どっちの方が減ってるかな。同じぐらいか。あとはまあウェブリーをさーっと直しちゃいましょう。これで OK ですね。まあ一応止めておいて、外れるメンバーはレミントンなんですが、あ、持てないですね。こういう時はまあ一応レミントンから外れてもらいましょうか。こっちの方が早いかな。あ、そっか、あとゴンゲンもね荷物を持ってないので、荷物というか未鑑定品を持ってないので外れてもよかったんですけれど、ウェブリーはいっぱい持ってますね。そういえば窒息の指輪とかあんまり使ってないんですけれども、ちょっとねもったいないというのはあるんですよね。やっぱりね、なかなか出てきませんからね。まあ、マカニトが使えるわけなんですが、あ、炎の杖、ここに来てなんか炎の杖出始めましたね。せっかく苦労してねあのコントロールセンター行ったんですが、結構出てきましたね。担当か。これは何の鎧でしょうか。悪の鎧とかね、出ないかな。球界じゃ革の鎧か、だいぶしょぼいですね。これは硬い革鎧革がいっぱいだ。普通の担当、盾、これは鉄の盾。なんかまあ炎の杖出たんですけどね、もう全員持ってるんで売っちゃいましょうか。結構高値で売れますよね。買うと2万5000、なかなか
レアなアイテムっぽいんですが、ちょっと出てくるのが遅かった気がしますね。あとは誰が持ってるんでしたっけ。この3つだけかな。この3つだけっぽいですね。じゃあ一足先に迷宮に行ってもらって、で、レビントンを連れてくればいいのかな？あ、違う。レビントン。で、合流しましょう。探す。いた。杖と鎧ですね。あんまり期待は持てないかな。あんまり今回剣も出なかったですね。光る鎖片びら。うん、しかも普通の剣でしたね。胸当て、粉砕のメイス、革の鎧。アイテムも今回はなんかしょぼかったですね。まあしょうがないか。では売りましょう。うん、売っちゃいましょう。よし、これで OK でしょう。ということでね、今回はこの辺で、終了したいと思います。はい、それではね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、ゴンゲンでした。